皆さんこんにちは。皆さんの心に寄り添う、永遠の青年小幡盛夫です。今日は自重作用の最後といたしまして。良心の呵責。良心作用の力ということについて、一緒に考えてまいりましょう。私たちは時に良心の呵責というのを感じます。ああ、もうちょっとこうすればよかったな。 なんでこんなふうにしちゃったんだろう良心の過剰というのはまあ味方によっては自分を責めるような力であります力というのは必ず自主作用によって生じてくる良心の力良心の過剰というのも実は自分の中から出てきているようでいてそれは自,分自体内の良心の力だけでは力にはなり得ないつまり 自分の両親に働きかけている善の主体両親の主体というのがあってその関係性の中で実は良心のののというのが生じてくるのでありますこの両親の主体善の主体のことを私たちは神様と呼んでいます、まあ、神様という言葉に抵抗があれば善、まあの主体でもまあいいと思います。皆さん ちょょっと考えてみましょう皆さんが両親の呵責を感じるのは時間限定でしょうかいやー自分が両親の呵責感じるのは朝9時大体 11,、ね、いい11時過ぎると両親の呵責を感じなくなるこの2時間限定で両親の死体は私に働きかけているんでしょうかまた空間限定でしょうかいや日本にいる時は両親の呵責感じるけど 海外行くくと両親の過剰感じなくなる会社や学校にいる時は両親の呵責感じるけど家に戻ると一人になっている時は両親の呵責感じないこういう空間限定でしょうかまあよく考えてみると実は時間空間を超えて24時間どこにいても両親の呵責を私たちは感じる。つまり両親の 過を生じさせる善の主体である神様は24時間私というう存在に関わり続けていいいる方だというのですいやー自分は神様信じられない目に見えないし声も聞こえないし神がいるんだったら証拠見せてほしい、まあ、こういう声が時にありますけれども実は両親の呵責を感じるということ自体が神が私を見捨ててない。 神が私に関わりり続けている証拠だというのでありますもちろん人によってはいや最近自分は両親の褐を感じないなじゃあ神様が私を見捨てたということかなでも実はそうじゃないというんです。両親という私たちの心にたくさんの誇りがかぶってしまうあるいは感度が弱くなっている。神様が一生懸命善の主体として 私たちの両親に働きかけても私たちの両親がそれを感知できない、まあ、そういう時はなかなか両親の過酷を感じにくくなっているというのであります。一般の宗教でも多くの難業苦行したり生成を捧げながら両親の通りに生きれる生き方をいかにできる人間になるかこれがまあ宗教の結論だと見てもいいと考えます。 この統一原理を解き明かしたムンソミョン先生は。良心宣言ということをおっしゃられました。良心は良心に勝る。良心は先生に勝る。良心は神様に勝る。まあムンソミョン先生は時に言葉遊びのような。ことをされますけれども。良心は良心に勝る。 どれだけ私たちの両親があるいは先生が自分のことを心配してくれて、えー、正しい方向に導いてくれるとしてもいかに信頼する両親先生といえども24時間私に関わり続けることはできませんしかし私たちの心に植えられている両親は24時間私を正しい方向に導こうと発信し続けてくださいます。両親はは神様に勝るとは どういうことでありましょうか神様に勝るそれは言い過ぎじゃないかなまあ、これはですね、神様という方は私たち一人一人にももちろん関わってくださいますそれであると同時に人類何十億全体の親でもある私に関わりながら全体にも関わっておられるのが神様ですしかし私たちに与えられている良心というのは 隣のの人が何か悪いことををした時に両親の方を感じますかそうじゃなくて私に対して常に関心を持ち注意を発するのが両親そういう意味では私限定の神様私だけに集中している神様だからこそ両親は神様に勝るんだ、まあ、ここまでムン・ソンミョン先生は言われましたまあ両親というのはですね実はシンプルなんです。やれ あるいはやるな。だいたいこの二言しか発しない。まあなぜやっちゃいけないのか、なぜやらないといけないのか、理由まであんまり言ってくれないんです。そのシンプルな言葉に耳を傾けて生きられるかどうか、まあそれが私たちに問われてまいります。まあ良心作用も自主作用の中で説明できるということであります。残念ながら時間がやってまいりました。 また次回続きを一緒に考えてまいりましょうまたお会いしましょうありがとうございました